かぼちゃとマヨネーズ完成披露上映会を行ってまいります。どうぞよろしくお願いします。お満席でたくさんのお客様にご来場いただきました。それでは早速お客様にお披露目ということで、今の気持ちを踏まえましてご挨拶をいただきたいと思います。まずは2つの恋に揺れる主人公土田役を演じた臼田あさみさんです。こんばんは、臼田あさみです。本日は連休明けの平日の夕方で、皆さんお忙しい中ありがとうございます。この後上映がありますが、最後まで楽しんでいってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。続きまして、曲が書けないスランプに陥り、自分の理想と現実のギャップに苦悩するミュージシャン、土田の恋人誠一を演じましたタイガさんです。こんばんは、誠一役を演じましたタイガです。今日は、完成披露社会じゃないか上映会に、見に来てくださって本当にありがとうございます。楽しんでもらえるように、たくさん喋れたらいいなと思います。楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、自由奔放で人たらしながら圧倒的な魅力で引きつける土田の忘れられない元彼萩を演じました小田切丈さんです。小田切です。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。そして原作者七南桐子さんと約束した本作の映像化を実現させた監督、脚本を務められています富永正則監督です。ご来場ありがとうございます。富永と言います。本当は上映終わった後に挨拶したいなと思ってるんですけども、なかなか、見ていただく前なので、話すことが正直ないんですけれども、ありがとうございます。ご覧になった後で皆さんで話していただけたらと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ではスチールカメラマンの皆さん、ここからちょっとお写真お休みタイムでよろしくお願いします。映画の完成改めておめでとうございます。昨年の10月に撮影をされて約1年経っての臼田さんにとっても非常に思い入れの強い作品になったと思いますけど、はい、どうですか、こうやって完成をして。そうですね、そうですね、監督から最初にお話を映画化するというお話をいただいたのは今から3年以上前になると思うんですけれども、そこから映画をやっと撮れたっていうのが去年あって、そして今やっと、まだ公開できてないですけど、こう完成した、そして皆さんに見てもらえるっていう機会が本当になんか信じられないというか、まだこれも本当に公開されるのって思ってしまうというか、ここまで来たのでもう公開をもちろんしたいんですけれども、やっとそこにたどり着いたなという気持ちです。はい、本当に素晴らしい、本当にこう体当たりの演技なんですけれども、タイガさんはどんなお気持ちですか。はい、そうですね、撮影が1年前ですか、ちょうど。で、なんか1年前にその行った撮影が、本当に今でもすごく鮮明に覚えていて、で、それがこう、あの時過ごしてた時間が、作品となってこうやって皆さんの前に、本当にあの時間がこうやって、映画になって、皆さんに届けられるようになったんだなと思って、すごく感慨深いというか、でなおかつ、それがどういうふうに皆さんに受け止められるのかも少しちょっとこう、なんだろうな、ドキドキというか、そのリアクションもすごく楽しみです。そうですね、ようやくここまで来たのかなという感じです。ありがとうございます。富永監督はさっき臼田さんのお話の中で、ね、オファーされて3年前って言ってましたけれども、はいはい、どうですか、改めて臼田さんの今回過ごしたこのかぼちゃとマヨネーズの現場は。かなりフライング気味に臼田さんに伝わってしまい、3年前ですけども、通さなきゃいけないとこ通さずに、ちょっと友達とかスタッフの一人と臼田さんじゃないかなって話をしてったら伝わり、伝わって、
宇佐さんがもうそれはいつみたいな感じで なってで 3年ぐらい経ちましたよね。経ちましたね、もう、はい、何も、もう準備してないのにあのやる気になっていただいたので本当になんか、はい、初めて会った時まず怒られるかなって思ったんですけど、いや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 ありがとうございました。いやとんでもないです。でも宇佐さんじゃないとちょっとこの映画成り立たなかったと思ってますので。ね、そしてあの富永監督と小田切譲さんというとパビリオン3章が思い出されるんですけど、あれ小田切さん11年前なんですよね。もう11年前ですね。以来の現場っていうことになるんですか、富永監督と。ね、そうですよね。あ、まあ、あ、はいはい、監督ではなかったですけど、そうですね、お手伝いしに行きました。はいはいはい。小田切さんいかがでしたか、久々のこの富永組は今回は。いや、やっぱ最高ですね。監督とは同い年で同級生的な感覚を持っているので、やっぱり頑張ってる姿を見るとすごく励まされますし、やっぱり監督の才能を僕はもうあの同級生としても映画ファンとしてもやっぱりあのいつまでも末永く撮っていただきたい監督の一人なので、まあ、今回の映画もねこれからまあ皆さんご覧になる、まあ、すごいいいっすよ。なんか参加できてよかったなと思いますね、はい、だそうですが、富永監督は小田切譲さんとまたご一緒することがかな、はいはい、って感無量ですね。本当小田切さんは自分にとっては特別な俳優さんなんで、もう出てもらえたっていうのは本当になんか11年も経ってるって気もしなかったですけども、やっぱり小田切さん何も変わってないなっていう感じがしたのと、あとすごい変わったなと思ったのはやっぱり某映画の撮影で外国に行かれて帰ってこられた直後だったんで、はい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 、あのそうですね、ちょっと肌の色が変わられてたので、大変黒ですね、あの作品にすごく、爪痕になって残ってて、僕はすごくもう良かったと思ってるんですけど、すごくいいタイミングで出てもらったあのパーマ感もすごいですもんね。そうですね、